シェム実況パート21でございます。どうもアザラシです。こういう個水手を使わなければならない、もはやわからんあれでは、こう言ってこの警備員さんこう回りおるけ、こう言ってこれについていきつつこう言ってで、こう行くからここでこう行くみたいな、こっちに来ゃいいらしい。こうだな。いや、つまりこの地図で見たらここに第8トークがあるということだ。こう行ってこう行ってこう行けというのが順路みたいな感じだね。すんごい時間が過ぎてるっていうことにちょっと震えている。ダーって一番いいんだろこれで。ダーッと、今どこだよ。これでこの人こっち行ったから勢い向こうに行って、これでいいんだろう。最初から攻略サイトに頼っておけばよかった。開始もう1分でたどり着けたよ。すんげえ間空いたな。すんげえ間空いたな。なんでだ、こんな空く必要あるか。いやー、皆さんなんとか第8倉庫に入りましたね。よかった。何の壺だろう。永遠に第8倉庫の探し続けるのかと思った。こういうところに大事なアイテムがないのがシェンムーだね。大体アイテムとかチェックしてもね、何の旨味もない。なんかああいう壺の中に技書とか入ってないよね、多分ね。前回の動画、もうあの第8層がずっと探し続けて失敗したやつ、あれもいらんよ、はっきり言って。カットってことも考えたけど、まああの見る人の方でね、もうこれ見てもしょうがないなと思ったらもう飛ばしてくださって構いません。このパート21からも入っていいぐらいだよ、はっきり言ってね。どんどん。すいません、あの陳さん、怖い怖い、雰囲気怖いね。開かないか。テク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 。あれ一周したよ。何もなし。皿を見てたらかよ。誰だ。皿を見てたらかよ。パート20はもうお蔵入りしてもいいぐらいだな。まあ見る人の方でね、消してくれ、飛ばしてくれ。やるのか。待ちなさい起床。待ちなさい起床。何者。陳大臣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 。大臣って何なんだろう。名を C なら分かるけど、それもやっぱ偉い人ってことなのかな。君が電話をしてきた若者だね。若者だね。はい、葉月亮です。父は葉月亮です。この手紙に緊急の場合には陳大臣に助けを求められよと。拝見してもよろしいかな。はい。間違いなく主の筆跡だ。主言達だったっけ。しかし
手紙が届くのが遅かったようだな。はい、その修玄達という人とは親父とはどんな関係が。主と君の父上が中国からある鏡を持ち出したと聞いている。泥棒だ。鏡、あの男が持ち去った。男が持ち去った。乱帝という男です。はい、親父を殺した乱帝という男が。乱帝、乱帝知ってるんですか。いや、詳しくは知らぬが、私有門という組織の幹部でそのような名の男がいると。恐ろしい剣法の使い手と聞いている。そういえば見たことのない剣法を使っていました。ならば間違いあるまい。話聞いちゃってるな。どういうことです。教えてください。なぜ親父がこんなに落ちるのは。やめてください父さん。父さん、父さん、そうはいくまい。主が私に頼れと言った男の息子だ。でも奪われた鏡は一枚か。え、奪われたのは一枚かと聞いている。はい、はい、竜の模様の石でできた。ならばもう一枚ある。お、確か鳳凰の鏡だ。なんかな、中国の伝説の鳥、命を司る鳥の名だ。その鏡がうちに。鏡を探し出すのだ。話はそれからだ。わかりました。なんかあの掛け軸とかああいうあたりのなんか。これからは事前に電話で連絡しなさい。合言葉を忘れぬようにな。九つの我が友、九つの竜、母なる大地、我が友、忘れてる。午前8時30分、12月17日。過ぎたな、時間が。バサッとこう過ぎたな、時間が。しかも、おもむろに朝スタート。時間をどう切っていいのかもわからんわ。鳳凰宮は家のどこかにある。唯一の手がかり、何としても探さなければ。天竜地とも。まず福さんに話しかけるか。もうパートをどう区切っていいかかな。コンティニューで。いえ、あ、でも記録できる。なんならもう20分来たら部屋に戻って休憩だな。記録だな。福さん、いない。この間お金どうなってたんだろう。チリン。あ、金増えてる。大切に使わないとな。金増えてる。あと取りすぎないとお金が入んない気がするんだよね。とりあえず原崎に電話かけてみようか。原崎に。046822。電話ま。男は押せばいいのよ。引く必要ない。駆け引きとか必要ない。押せばいい。男はそういうもんだ。きっと駆け引きなんかしてね、それで勝ち得た勝利などというものは本当の勝利ではないのだ。押せ、押しまくれ。うおー、電話ま、電話かけまくっていく。あ、間違えた。お客様のおかげになった。これだから黒電話は。ガチャリ。もう一回やっていいですか。ひどいだろ今。04。でも電話かけるの難しい。嫌だよね。俺は絶対あの好きな子の家とか電話かけれんわ。絶対かけれんよ。電話恐怖症だから。かけるのもかかってくるのも苦手。取るのも苦手。でもかけるのはなおさらだな。うん。なんか電話の向こうの人が今もしもすごい不都合な感じでね、自分からの電話で受けたくないよって時だったらな。その電話はまず不機嫌な感じが入るしな。もしもし。あら、原崎か。原崎くん。久しぶりに声だけ聞きたくなった。原崎。うん、なんでもない。そうか。突
然ごめんね。びっくりしたでしょ。突然ごめん。ああ、そのうち返事聞かせてね。わかった。あ、なんのこっちゃ。また。なんかあの冬の日の告白みたいなやつの返事の返事を未だになんか返してないのね、この人は。10日ぐらい、5日ぐらい過ぎたけど、多分5日ぐらい過ぎたんだよな、多分な。お金の、お金が、え、今が何日で、最初が何日だったのかよくわからん。今日は17日で何日過ぎたんだろうね。待て、こういう時はあれだ、親父の部屋はあさろう。こういう時は、もしくは書斎、そこにヒントがある。ここ書斎だな、親父の部屋じゃないな。ベッドないし。親父の部屋というか、あと稲さんどこにいるんだ。いた。稲さん、すまん、宝鏡どこにある。あの宝鏡の場所を教えてくれ。はい、何ですか。いや、いいえ、今でも、あ、え、稲さん、りょうさん、福原さんが、りょうさん、福さんが、ええ、なんだ、何でも、わかった。大事な話が道場であると。それ道場行くか。できる限りこの面を埋めていきたいよな。道場まっすぐ行きます。時間が、時間が半端なことになってる。てんてんてんててん。これの状況で葉月家から出るっていう選択はないよな、はっきり言って。街に出ていって、なんかイベント、なんかある。福さん、あ、なした、なした福さん。リオさん、俺、俺、どうした福さん。すんません、俺イネさんに喋っちゃいました。何？何？リオさんが今何をしてるのか知ってること全部。なんだって。めした顔が厳しい。俺黙ってるなんてできません。イネさんだけ何も知らないなんて、うん、福さん、福さん、水飲む。すんません。いいんだ、それより福さん、鳳凰の鏡って知らないか。基本的にこの人間のその心の動き、親父が持っていたかもしれない。自分がまず何を調べなくちゃってところが。先生からは何も聞いてないっす。そうか。イネさんなら何か知ってるかもしれませんね。ああ、イネさんに聞いてみるか。水に、聞いておりました。おう、イネさん、福原さんのお声が大きいものですから。え？え？先ほどのお二人の話を聞いてしまいました。はい、さっきの話を。はい、私が悪うございました。あ、そんな、そんな。いいえ、りょうさん、葉月家の男子に危険を避けて通れなどと、どうして私などが言えたのでしょう。旦那様にも顔向けできません。どうだろうな、危険避けた方がいいよ。皆さん、すまない、心配ばかりかけて。まずちゃんと学校に行ってたな。実は一つ思い出したことがあるのですが、予備校とかもちゃんと行ってたな。お役に立つかどうか。え、そうじゃないとこれからの社会で生きていくの辛いんじゃないかな。旦那様が骨董屋に何かを預けておいででした。親父が骨董屋に何を。それが何であるかは、ただとても大事なものだと。骨董屋といえば一つしかないな。骨董屋、骨董屋、私を買いまくった骨董屋だ。うおー、
ット屋行っていいんかな。あ、もう15分だな。まあ、骨董屋行ったらでもいいか。行ったらでちょうど20分ぐらいになりそう。うおー、カバディ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 って言いながらここの山の背を駆け抜けてみようか。いや、いらねえな。うるせえだけだな。そんなのうるせえだけだな。なんかイベント起こしちまった。にゃー。どうした？猫。物憂げな顔をしている。お前と俺は似た者同士だな。同じ日に親を亡くした。うん。葉月くん。あら？うん。葉月。原崎。あ、猫。今何を話してたの？猫とな。ちょっとな。同じ日に親を亡く。ちょっとばっかり。本当だよ。私には何も教えてくれないのね。本当だよ。かわいそうだよ。そんなことないよ。ただ。分かってるわ。でも、たまには私にも相談してね。かわいい。かわいい。ああ、かわいい。お願い。無茶しないでね。じゃあ。こいついつも無茶しないでねって言ってるな。顔は険しい。顔は険しい模様。猫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 飼いたい。撫でる。まだまだ小さいな、お前は。やめる。確か煮干しを買ったはずだ。くれてやる、この煮干し。いや、ミルクやっとこう。ミルクなんて最初のうちしか飲まんから。子猫のうちしか飲まんから。飲みな。うまいぞ。そんな慌てなくてもいいよ。猫駆除おじさんに駆除されてしまう。このままでは。ネットをかけた動画を2チャンネルに上げられてしまう。誰か飼い主を見つけなければ。時事ネタだな、多分。この今気づいたんだけど、午前の前の字なんか変わった前だね。止めるっていう字だね、上がね。なんかねえかな、イベントが。まあ、イベントとか、まあ、なんか起こるな、歩くたびに。あら、あんたは、起床。まさか、あんたたちも乱亭の仲間だったのか。だとしたら戦うのか、ここで。ここで。ここでかよ。ちょっと視界悪っ。この刀当てしか技がない。強っ。強いです。これ以上やっちゃお前のボディーガードとして失格になる。強かった。なんか負けた感。ボディーガード。ボディーガード。親父に頼まれたのさ。何？そう怒るな。お前には生きていてもらわないと困るんでな。どういうことだ。どういうことだ。お前はまだ自分の立場を分かっていない。法王卿が乱亭の手に渡ったら、あの男に逆らえる者はいなくなる。たかだか鏡ごときでな。早く鏡を見つけ出すんだ。この辺ファンタジー。奴らが気づくよりも先にな。この親父はなんでそのさ。うわぁ、怪しい奴がおる。ランティ様。そう、こいつの存在を知ってるからさ、なんか
なんだっけ、あのハリーポッターにこういうやつ出てくるよな、トビーがどうのこうのみたいな、トビーが悪くございましたみたいなやつキャラにさ、こいつの先顔を先に思い出しちゃうんだよな。そういうものを見ると。まだすごく抜けたな、メモが。よし、ここまでにしとこうか。20分過ぎだし、山の背に降ります。今このおばさんたちに話したけど、何のヒントくれるんだろう。あの、あら、りょうちゃん、今日は何してんの。コットへ、ちょっと用事が。ああ、映画館の近くの店ね。三島さんの方かもしれない。急ぐので。よくわからん。気をつけてね。今のヒントにならないか。スミヤさん。スミヤさん、こっちか。ああ、りょうちゃん。ちょっと。ああ。ええ。いつもなんか怪しい。そうですね。今のはヒントになんのかよ。弁当屋の向かいと。よし。よし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 。ってことで、ここ降りていくのをパートの切れ目としましょうか。セーブってできたっけ。レジュームって何。あ、一時中断か。よし、一時中断します。この間も時間過ぎてる、過ぎてないかな、過ぎてないな。ってことで、パート21だね。パート21でした。次回パート22でまたお会いしましょう。パート22は、骨董屋に行ってからということになりますね。このパート20、パート10、20はまあ割と盛りだくさんか。第8倉庫に行って、賃貸人と話をして、起きてから稲さんと話をしてって感じだね。うん。全く中身のなかったパート20に比べたら、パート21は割と中身があった気がする。うん、パート22。次回パート22でお会いしましょう。ほなまた。ほなまた。